いや、中国株に関してね、また素晴らしい楽観的な見通しが出ているので、ぜひ皆さんにね、ご紹介したいなと。この間ね、ゴールドマンがね、あと 20% 上がるって言ってたんですけど、今度ね、すげえやつ出てきました。さらに 50% 上がるです。これなんかのフラグじゃねえかみたいな感じなんですけれども、ブルームバーグの記事です。中国株さらに 50% 上昇もということで、なんだってみたいなね。木林さんもびっくりみたいな感じなんですけど、長期上昇の条件揃う。ウォール街ベテランということ。ウォール街のベテランもそういうこと言ってると。CSI300 指数はですね、1年で6000まで上昇するというふうに言ってるんですけど、これはね、ルネッサンスマクロというところのですね、デグラーフさんという方が言っているそうです。まあこの人ね、ウォール街でこの道30年のベテランだそうでね、長期上昇の条件がこれほど完璧に整った状態をほとんど経験したことがないというふうに言ってるらしいんですよ。で、そのね、条件差は何かというとね、会議論、バリエーション、刺激、モメンタム、トレンド変化、これが全て揃ってるっていうことなんですけど、ふわふわしてんな、大丈夫か、うん、で、まあ一番のこの人はですね、ウォール街でも中国株強気派ということで、お前なんかもらってんじゃねえのかって、大丈夫なのかデフラーグお前さ。さらにね、中国株が先月、年初来安値を記録する中で、当局がここ数年で最も積極的とも言える金融緩和を打ち出したのは偶然ではないと。政策が市場を動かすと同様に、市場も政策を動かすとか、まあ、抜かしているそうなんですが、大丈夫なんですかね。もう不安しかないなということなんですけど、ちなみにね、今日の上海総合指数はですね、110ポイント安の 3191.26 で引けております。香港のハンセン指数はね、今週下がってたんで、今日はちょっと上がりましたね。614ポイントぐらい上がってますけど、直近のピークですね、23000を大きく下回ってですね、21000ぐらいですかね。9月30日のピークの、23000を大幅に下回った状態で、まあ、推移していると、いうことでございます。デフラーグさん、どうなんですかねと。でね、同じくね、ブルームバーグの記事で、ね、こんなのありますよ。中国株下落、週間ベースの下げ拡大ということで。まあ、やっぱりね、政策待ちなんですね。財務省の会見機会、リスクオフと、いうことで、まあ、要はですね、次の政策が出ないと株上がんないんですよ。だからこう、カンフル剤打たないと元気にならない。薬が切れたら終わりみたいな。プラセンタみたいな。プラセンタ効くのかどうかわかんないですけど。まあまあ、そんな感じですね。はい。で、この記事曰くですね、11日午前の取引で中国株は下落。財務省が新たな、財政刺激策を発表すると見込まれる記者会見を明日に控えですね。まあだから、土曜日なんだね。投資家はリスク軽減を図っている模様だと。CSI300 指数は一時 1.6% 安と、今週に入り 2.1% 下げていると。この日の香港市場は、あ、そうか、休場だったんだ、香港市場ね。今日ね、休場でした。いうことです。で、明日のですね、財務省の会見で打ち出される措置が、市場の期待を下回る場合、最近の株高局面からの反転が、さらに進むのではないかと警戒されているということで、どうなんですか ?50% 上がるんですかね。普通はこうだと思うんですよ。これね、ちょっとファンダメンタルズ的にもそうでね、ニセ基礎研究所のね、三浦祐介さんね、これは前にも紹介しましたけれども、これね、3日前のレポートでね、こんなこと言ってます。中国経済の見通し、長期化する不動産不況で、政策依存の景気が続く、外需下振れのリスクもということで、これが正直なところだと思います。曰くですね、中国経済の先行き不透明感がなかなか晴れない。実質成長率は、1、3月期にですね、プラス 5.3% だとなってですね、目標達成したように見えるんですけれども、4、6月期には 4.7% まで減速、一進一退を続けていると。やっぱ不動産不況がですね、景気を下押ししていると。下支えというか、景気を下に引っ張っていると。不動産不況がね。下支えしているのは、経済政策と外需ということなんですが、まあ外需の方はね、相変わらず制裁食らったりとか、制裁食らったりとか、制裁食らったりとかしてますし、政策の方もどうなの次、続くのと。追加対策ないって言ってたのにね、結局やっぱやること追い込まれるのみたいな、まあ、そんな感じですよね。一応まあ中国の指導部はですね、対策の強化を示唆しているということなんですが、なかなか厳しい。一応ね、今後の成長見通しとしてですね、今年に関してはですね、政策効果の恩恵を受けている公共投資、設備投資とも総じて堅調な推移を続けると予想されると。他方ですね、不動産不況が好転する可能性は極めて低く極めて低く、内需の重しとなる見込みだと。不動産セクターのデレバレッジは依然途上であり、まあ要はその、まあレバレッジの反転ですよね。デレバレッジってことですからね。依然途上であり、中国政府はモラルハザード回避の観点から大規模な支援策には否定的であるため、基本的には今後も小出しの政策対応に留まると考えられると。
個人消費も耐久消費財買い替え支援策は強化されるものの、マインドの冷え込みから低調な推移にとどまると予想される。さらに外需も頭打ちとなり、下半期には減速するだろう。総じて23年に続き力強さを欠く状態が続きそうだということで、まあ、これであと 50% 株価上がるってのは難しいんじゃねえかなと。でさらにね、もっと悪化するリスクもあるんですよ、三浦さん曰くね。不動産市場の悪化とかですね、あと地方財政の悪化ね、さらに地政学リスクね、こういったものが顕在化するとですね、もっと悪くなるかもしれないよということです。特に警戒が必要なのはですね、これらのリスクが複合的に複合的に顕在化した場合はやばいと。例えば対中、追加関税をですね、アメリカが決めたタイミングでですね、いきなり中東で大戦争を始まるみたいな、こういう展開はやばいんじゃないですかと。かなりのリスクになりますよと、いうことでですね、まあ 50% 上がるかどうかはさらに厳しいんじゃないかなと。この三浦さんの見方っていうのはね、実はね、国際コンセンサスにちょっと近くてね、これね、世界銀行が実は警告してます。これもブルームバーグで記事になってたんですけど、世界銀行がですね、中国経済の減速さらに深まると警告ということで、もう国際機関からもですね、ダメなんじゃねえよおめえらみたいなね、烙印押されていると。世界銀行がですね、3日前ですね、これもね、経済見通しね、これ発表しまして、で中国は最近の景気刺激策による一時的な後押しがあったとしても、2025年の経済成長はさらに鈍化し、地域経済にとってさらなる重しになるとの見方を示したと。半期ごとにですね、見通しをまとめてるらしいんですけどね、世銀はね。中国の成長率は来年にはですね、今年の 4.8 から 4.3 に減速すると、いうふうに予想していると。世銀曰くですね、中国の成長は30年にわたって近隣諸国のプラスとなる形で波及してきたが、そうした刺激の大きさは今や縮小しつつあると。で最近示された財政支援は短期的には成長を教え上げるかもしれませんが、長期的な成長はより深い構造改革次第だろう、いうことなんですね。じゃあその構造改革って何って言ったら、一党独裁やめることじゃないですか。できんのかそんなの、習近平お前もだろうみたいな話ですよね。難しいんじゃねえかなと、いうことで、構造改革ができないからこそ不良債権の処理も進まないと。不良債権の処理が進まないので、景気のね、先行きが不透明だということです。典型的なバランスシート不況ですよ。貯金の代わりにだって不動産を持ってたわけでしょ。でその不動産がさ、何割安になってるか分かんないんですよね、ぶっちゃけね。今リアルタイムにいくらかってことが出せないですから、取引禁止令みたいなの出ててね、簡単にその不動産もね、バーゲンできないというのが今、まあチャイナの今状態ですので、みんなが疑心暗鬼になると。一体いくら損してるんだろうっていう中でね、ちょっと補助金出たからといってさ、キーとか言ってね、キチガイみたいに金使うかって言うと、使うわけないでしょ。多分みんな不安になって、ちょっと貯めちゃおうかなとか、ちょっと取っとこうかなみたいな、ここに走りますよね。典型的なこのデフレマインドなんですよ。デフレ期待が強まってる、いうことですので、まあちょっとぐらいね、この財政出動が出たとしてもですね、厳しいんじゃねえかなと。そんな中ですね、これ昨日のニュースなんですけど、ヘッジファンドがですね、今週の8日にですね、過去最大規模の中国株売りをやったということで、これあと 20% は中国株上がるって言ってた、ゴールドマンがこういうレポート書いてるんですよ。もうあいつらとんでもねえな、まったくな。ひでえな。やっぱだからゴールドマンがね、レポート出したらね、あこの株上がるって言ったら大体死亡フラグって言われてるんですけど、まあやっちまったなと。でまあ実際にゴールドマン分かってるんですね、こんな売りが出てると。ゴールドマンサックスグループのトレーダーのメモによるとですね、ヘッジファンドは8日に過去最高額の中国株を売却したと。ええの。大型トレーダーが大型休暇から戻った8日には大規模な追加経済刺激策の発表がなかったということで、10日付のね、このメモによると、ヘッジファンドはロングのポジション、ロングというのは買いですよね。買いのポジションを解消しただけでなく、ショートポジションを追加したということで、買ってたやつを全部売ってただけじゃなくて、さらに売りを追加したと。まあ私も先週のね、金曜日ね、ショートポジションを追加してますけれども、まあみんなやっぱ考えてること同じですね。大手ヘッジファンドよりも先んじて先週の金曜日にやったんで、僕はちょっと得したなと思うんですけれども、ロングからショートの売りがですね、2倍だった2倍だって、ひでえなこれ、すげえな。あんで1日あたりのですね、資金引き上げ額はですね、過去最大規模だそうです。8日だからもう市場がぐにゃぐにゃになったということですね。やばいですねこれね。やっぱりね、クレイジーな中国株の乱高下だということでですね、これ別のニュースでね、クレイジーな中国株の乱高下、過去最大の取引熱狂を引き起こすみたいな感じで言うてるんですけど、まあこの熱狂がね、最後はしょぼーんみたいな感じになるのかなと。さらにね、ちょっともう一個ね、紹介しておくとね、大型刺激策については、10月8日の時点でね、中国経済目標の達成に自信、大規模な追加景気刺激策は見送りっていうふうに報じられたんですよ。報じられてるのに、まあ明日ね、景気対策への期待がかかってるということなんです。
どうなんでしょう。市場に催促される形ではやりたくないと思うんですよね、習近平はね。基本優位が独尊ですから。俺がいいっつったらいいみたいな話なんで、市場がこうくれくれ言うからくれるかっていうと、これはないかなと。まあでもね、やばいと思ったらやるかもしれないし、どうなのと。で、ちなみにね、この8日のニュースではですね、中国は今年の経済目標の達成に自信を示し、さらなる成長支援を約束した。大規模の景気刺激策は見送り、株式市場のさらなる上昇を期待する投資家を失望させたということで、国家発展改革委員会がね、8日ね、公共支出を加速させると表明したんですが、これがしょぼかったみたいなね、まあ話なんですよね。なんでやってくるかどうかはどうなのということですね。で、ちなみにですね、フィンテックジャーナルというところで、ね、ちょっと面白い記事があったんでね、これも皆さんと共有したいんですけど、悲惨すぎる中国不動産バブル崩壊の中で、ほぼ唯一成長している会社の正体ということで、これ何みたいな話なんですけど、なんかね、VR らしいんですね。VR のなんか内見をやっている会社で、コロナ禍からですね、大成功してですね、上場した会社らしいんですね。この会社がまあ、唯一伸びてると。KE ホールディングスと、貝殻っていうところらしいんですね。これはですね、大躍進をしていて、成長の基盤を築いた3つの発明があります。ここからちょっと有料記事なんでね。不動産仲介のまあ、プラットフォームをやってるらしいんですけれども、まあなんかちょっと変な会社が1個ありますよと。で、例外的に伸びてる会社はありますけれども、まあ、総じてですね、みんな資金繰りに困ってね、借金返せないみたいなのが、まあ、今の現状ですと。まあ、そんな中ですね、ちょっと金融緩和したぐらいで株が行くかって、どうかな、というふうに思うね。私は、絶賛売りを浴びせているという状況でございます。こういうね、経済予想してる人ってたくさんいるんですけれども、実際にね、ご自身が予想してる通りにですね、ポジション持ってる人っていないんですよね。ポジションの要は、売ったり買ったりしてる人ね。で、私はもう中国株絶対売りだと思ったんで、売りから入りました。売りから入れるファンドがあるんですよね。下がった分だけ上がるっていうね、まあベアファンドってやつですけども、まあそれを買いました。中国株でやるとね、操作される可能性があるのでね、操作がしにくい香港株でね、チャイナ株と連動して動くので、まあこっちをショートするっていう形で、香港の方が先に動くんですよ。規制が少なくてね。一応まだ香港はギリギリ資本主義なんで、そういう意味ではですね、謎の取引停止みたいなことは起こりにくいと思ってね、そっちをやったんですけれども、まあでもようよう困ってくるとね、香港からももう完全自由が取り上げられるかもしれないしね、厳しいんじゃねえかなと。まあ実際に香港にいる方とかにも聞いたんですけどね、今まで景気良かった時は異常だったと、むしろ。こんなんが長続きしないと。ブランドショップ山ほどあったんですけどね、来てね、もうこの棚全部ちょうだいみたいな買い方してる人がたくさんいたらしいんですね。これはさすがに長続きしねえだろうと思ったら、やっぱその通りだったみたいなところでね。ありとキリギリスですかね。典型的なキリギリス経済という感じがします。まあこの後だから、餌やらないと働かないみたいな状態が続きますので、一時的にですね、餌でこう声太ってるのね、問題解決したっていうふうにね、見間違えないのが大事かなというふうに思っております。今日の内容面白い、興味深いと思った方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。